まあ、今いい感じに楽しめてますそうですね、そうですね、そうですね、まあ、ちょっと芝がやったことない芝だったので、まあ、ちょっと苦労した分もあって、まあ、なかなかちょっとスコアも伸びきらなかったんですけど、まあ、グリーンにちょっと苦戦したかなという感じですかね、はい、この大会で結果出したいと思ってずっと調整してきたので、まあ、明日明後日と、まあ、修正して頑張っていきたいなと思いますですね。まあいろいろ、まあ技術的なことは全部聞きたいですけど、まあ、まあ本当に覚えててくれたら一番そこだけ嬉しいです。はい、練習ラウンドが3日間あって、スコールと兼ね合いながらなんですけど18ホール回れていい調整ができてて、すごい充実した日々だなと思います。距離はあんまりないんですけど池が多くて、グリーン周りのバンカーからの傾斜がすごかったり、攻めるところと守るところをしっかり区別させていけない、区別させないといけないコースだなって思います。全然あんま気にしてなくて、まあその順位に恥じないようなプレーはしたいなって思うんですけど、全然気にしてないです。やっぱすごい世界的に有名な方なので、すごい光栄だし、めっちゃ楽しみだし、話したらすごい嬉しいなと思います。スコールが多すぎて、まあ、雨女なんで、ちょっとやめてほしいなって思います。